さんリュウジですということで、今回はですねパスタ動画でございます。趣向を超えた和風大葉パスタでございます。大葉を使ったパスタってそこまで多くなかったと思うんで、今回は大葉をたっぷりと使ったパスタをやっていきたいと思います。かなり大葉の効いた、パスタになりますんで、この時期にぴったり、ということになります。なのでですね、今回はワンパンで作るからこそ美味しいたっぷり大葉パスタ、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、しいたけね、軸も合わせて 60g ぐらいあればキノコの風味たっぷりになりますんで、大葉、大葉と相性のいいしいたけを使っていきます。他のキノコでもいいんですけども、しいたけの方がね一番ね風味が出るんで、こちら使っていただいた方がいいと思います。あとは大葉5枚、たっぷりと使っていきます。あとママのね、いつも使っている 1.4mm のパスタで、和風のパスタだとね細めが美味しいので 1.4mm のもの、まあまあじゃなくてもいいんですけど、バリだとか表面がツルツルしたパスタをにしてください。あのリチェコとかだとダマになっちゃって美味しくないです。であと、カツオの粉と、刻み海苔を、用意しておいてください。まとめたものは概要欄に食材書いてありますので、そちらチェックして。趣向を超えた和風大葉パスタを作る上で何かが重要か、醤油だしのパスタなんで、実はね日本酒とかもね合うんですけど、パスタでね日本酒っていうのかなりおつじゃないですか。天罰さんにもらったひろき、この酒で今日の日本酒占い行きたいと思います。この日本酒が呼ばれたら大吉でございます。行きたいと思います。今日の日本酒占い、あ、これね、あのマスからね出るかどうかがポイントなんですね。これがもう、あー、これ、あー、でもこれこんだけサービス、あー、あっと、ということで、こいつをいただきます。あー、うまいね。大吉ということで、皆さんも大吉、僕も大吉、この料理も大吉、このチャンネルも大吉、どうぞ高評価チャンネル登録をお願いします。まず石突きの部分、これちょっと切って、ここだけねちょっと土が噛んでたりするしたりするんで、でここはちょっとね先っぽね、先っちょだけちょん切っちゃう。でこの軸の部分も、美味しくいただけます。こんな感じでね、こんな感じで、やっぱりパスタに合わせたいんで並べて切っていく、これが重要でございます。その方がねパスタ巻き取りやすいんですよね。しいたけがね一番ね、あのキノコの中で香りがいいんで、まあもししいたけだけあれば他の、キノコでも、あの全然、エリンゴとかね、しいたけの香りだけ苦手っていう方もいらっしゃるんで、そういった方にね、無理にしいたけを食べろとは言いません。はい、私、はい、はい、で、軸の方はこうやって半分に切っていただいて、こいつをまた薄切りしてあげると、この軸の部分ね、軸の部分捨ててません皆さん。あのパスタとかで使う場合はね、こうやってね細切りにしてあげるとね、パスタと絡みますから、ここら辺はね余すとこなく使ってあげてください。ちょっとね、食感もありますけども、こうやって薄切りにすると、ね、その食感さえも、料理のね味に、食感になってきます。はい、切れましたね。はい、そしたらね、大葉でございます。でここはちょっとね、これ切って硬いんでね、でこれをこうやって丸めますね。丸めて、これ後で使うんでもう切っておきます。で切ったらね、これねずっと放置しておくと、あのこれね、あのしなしなになっちゃうんですよ、あの水分が抜けて。だから水をちょっと含ませておいて、揚げると、あの水分がね飛んでいかなくなりますんで、少しね水を含ませてあげてください。これを最後にかけていきます。なので材料を切るのはこれだけなんです。それでは、フライパンいってみましょう。炒める前に本日の質問コーナーいってみたいと思います。パスタを折るとイタリア人は怒りますが、大きな鍋がない場合だと合理的な作り方だと思います。この問題どうお考えですか？ああ、なるほどね。イタリアの方って結構食に対して保守的な
あの方々がいて、結構ね伝統を大事にするんですね。イタリアの料理ってね、 あんまりアレンジせずにそのまま原型として残ってるのが多いんですよね。本場の、料理を大事にするんであれば、そのままあの普通にたっぷりのお湯入れましょうっていうのもあるとは思うんですけども、ぶっちゃけて言うと折った方が箸で食いやすいから。日本もね、カレーライスとかあのラーメンとか魔改造するじゃないですか。ものすごくお寿司とかでもね、カリフォルニアロールとか怒る方いらっしゃるじゃないですか。あれと同じような感覚だと思うんですけど、僕は美味しければいいんじゃないかなっていう。ただパスタ料理っていうものを生んでいただいた、イタリアの皆様には、最大限の敬意を表したいと思います。ということで質問コーナーありがとうございます。今回はワンパンで作ります。簡単だからワンパンとかじゃないんです。美味しいからワンパンなんですこれ。じゃあ作っていきます。オリーブオイル大さじ半分を入れまして、まずですね、椎茸を炒めていきます。結構な量がありますね。でまず椎茸を炒めて香りを出していきます。でここでね、あの椎茸に、お塩をね振りたいんですよ。小さじね、4分の1程度のお塩を振ってあげてください。そうするとね、味が出ますから、あの椎茸のね、塩を振ることによって、この浸透圧でね、キノコに汗がかいて、キノコからね、汗がね、かいてきて、これが旨味となります。はい。お塩もしてあるんで、浸透圧の関係でね、結構ね、すぐね、この、キノコと炒まっていきます。はい。炒まっていきましたら、お水ですね。で、ここに調味料、他の調味料を入れていきます。酒を。大さじ1杯で、僕にも作業大さじ1杯入れていきます。うめえ。はい。そして、お醤油、後でも入れるんですが、ここでは麺に醤油の味をつけたいので、麺に、吸わせる醤油小さじ1杯、後でねまた入れます。でハイミーってね、味の素と違ってね、結構ね高級感が出るんですよ。なんでかなり、使っている飲食店さん多いです。はい。でこれを1,2,3,4,5,6 振りですね。はい。6振りだと大体ね 0.5g ぐらいですね。で和風パスタだから、カツオの香り少しだけ入れたい。カツオの粉です。これ僕が出してるね、カツオ粉、めちゃめちゃうまいんですけど、まあでも買わなくてもいいです。はい。でこれを 1g、大体ね、一つまみが 1g になりますので、僕はね 1g のカツオ粉。はい。これでカツオの香りね、和風の香りをね、増強していきます。そしたらこのカツオとハイミの旨味の効いたこのパスタ、こいつを入れていきます。はい。これで、中火で、煮ていきます。はい。でね、このままね5分茹でていく、煮ていくんですけども、大体ね5分程度で、この、煮汁が飛んでいくような感じになりますから、今ね4分30秒ぐらいで、これぐらいになってます。で、やっぱり少し、汁気が、今あと30秒なの多いんで、少しね、軽く揚げます。ちょっと強火で少し飛ばして、で完全になくなるというよりは、大さじ何杯か のこの、煮汁は残ってるっていうようなイメージでやると、非常にいいと思います。はい。でかなり、煮汁が少なくなったのを確認できると思います。これぐらいですね。でそしたら火はつけつつ調味料を入れていきます。これバターね、バターバターと、グツ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 言わせすぎると醤油って完全に飛んじゃうんですよ、香りが。だから、最後に入れる醤油っていうのが大事。これ最後に小さじ2杯の、お醤油を垂らします。はい。で和えてもらって、最終的に煮汁はこれぐらいです。大体ね大さじ1から2ぐらいね、絡まってるような状態。はい。で、お皿に持っていきます。あー、もうバター醤油の香りがすごい、非常に良いです。で刻みのりをたっぷり、あ、でラストちょっとね水気やったから絞って大葉、
はい、こちらで、完成しました。趣向を超えたオーバーパス家族。はい、それではできましたので食べていただきたい。いただきます。うわ、うまっ。バターのコクと海苔と大葉ね、肉なしでも全然うまい。ハイミーのね、旨味が効いてます。ニンニクいらない、全然。おうね、これはね、あれも合うかな、柚子胡椒も合うかな、これ多分合うと思うんで、柚子胡椒もつけたいと思います。少しだけ。うまっ。最高。試食する？誰だか分かんないと思う。いきなり登場したわけわかんないんで。はい、岸明日香と申します、はい、俺の友達です。はい、はい、よろしくお願いします、はい、いただきます、はい、あ、めっちゃいい香りする。マスコも料理するんだね。料理大好きです。はい、そんなのすごい手際よくはないんですけど。なんでこの後コラボです。あ、いただきます、はい、めっちゃ美味しい。大葉が最高に効いてるというか、醤油の香りもなんかすごい程よくて、風味が口の中で広がるって感じで、めちゃくちゃ美味しい。コメントうめえな。コメントうまいな。汗が止まんない。慣れてる。慣れてない。リュウジさんのご飯、すごい動画でいつも見てるから、うん、なんかこう真似して作ったりとかするんですけど。ありがとうございます。めっちゃ美味しいですね。いいの飲んでますね。すいません、あの、もてなさなくて、すいません。いやいや、大丈夫。あ、いいんですか。弱いの知ってる。たしなむ程度に。たしなむ程度に、たしなむ程度に。はい、すいません。めっちゃ美味しい、っていうか、めちゃくちゃ合う。美味しいですね、うん、最高です。ありがとうございます。趣向を超えた和風オーバーパスタっていうんですよね、うん、はい、うん、星いくつでしょうか。いくつ中のいくつですか。まあ、3つじゃない。 2.8 ぐらい。お、そこは3って言わない。いや、ちょっと待って待って。いや、ほぼ3だって。3。分かりました。ありがとうございます。本当に皆さんも星 2.8 の趣向を超えた、オーバーパスタぜひ食べてみてください。